皆さんこんにちは、 GCN ショーへようこそ。ドイちゃんです。いやー、12月に入って2回目の GCN ショーということで、もあっという間にね、今年も終わってしまうなという、そんな、感じなんですけど、今回のねリードストーリーは、今の時期のライドはすごく寒くて大変だと思うんですけど、そんなね寒い中のライドで、事前のですねチェックとか、メンテナンスとかも含めて、そういった準備を怠ると結構痛い目に遭いますよというところで、僕も経験したことたくさんあって、その経験をもとにですね、皆さんにこんな事前のチェックした方がいいですよと、事前の準備した方がいいですよという、アドバイスとしてねリードストーリーまとめてみましたので、まずはそちらからご覧いただきたいと思います。それでは見ていきましょう。さて早速リードストーリーね、いきたいと思います。結構ね、僕メモでまとめてみたんですけど、事前のそのチェックを怠ることによって、寒い中、例えばパンクのね修理をしなきゃいけなくなったりとか、本当はあそこに行きたかったんだけど、うわ、やってないじゃん、店やってないじゃんみたいなことで、新たにプランニングするので、時間をね、外の寒い外でね、時間を取られてしまったりとか、結構ね、そういうトラブルってあると思うんで、事前にねいろんなチェックをしていきましょうという話をですね、まずリードストーリーしていきます。まず最初、これメンテナンス系の話ですね。皆さんのロードバイクのタイヤの状態って一体どんな感じになってますかね。例えば劣化してたりとか、もう長いことタイヤを交換してないなんていう方いませんかね。これね、やっぱりタイヤってもう必ずですね、一番大事なポイントなのかなというふうに思いますね。別にチェーン錆びてても、タイヤがしっかりとグリップするものをね装着してれば、ね、ブレーキかけた時にしっかりと止まるし、今走ってて、ね、転がり抵抗とか、走ってる時の振動吸収とかね、そういったことも含めてね、やっぱりねタイヤってすごく大事なポイントです。でタイヤが劣化してたりとか、その古いタイヤを古いタイヤが入ったりとか、あとは、ね、タイヤに亀裂が入ったりとか、要は小石を踏んでとか、なんかそのダメージを負ってるタイヤなんかをずっと履いてる人なんかは、いつパンクしてもおかしくないとかっていう状況になると思いますので、冬の時期のライドでこれパンクしてパンク修理、しなきゃいけない状況になった時、外でパンク修理するのはね、これまたね手が冷たいし、最悪なんですよ。僕もオランダで雪が降ってる中ね、トレーニングして、その時にやっぱりねよくパンクするんですけど、そのタイヤのチェックを怠ったことによって、前もってね新しいタイヤ交換しておけば、そんなね何回も何回もパンクするなんてことはなかったと思うんですけど、そういったチェックを怠ったことによって、そういった経験、寒さに凍えるね経験をしたことがありますので、皆さんにはねそういう思いしてほしくないということで、気をつけてほしいなと、チェックをね怠らないようにしてほしいなというふうに思います。それと合わせてメンテナンス系になりますけど、チェーンオイル、皆さんしっかりと刺してますかね。チェーンオイル刺すってね、なんかちょっとなんか言葉的に合ってるのか、合ってるか、チェーンオイルを塗るのを忘れたりしないですかね。結構ライドしてて、仲間内で走ってる時も、中にはねなんかチェーンがシャリシャリ言ってたりとか、チェーンが錆びてたりとかっていうね、チェーンがちょっとプアな状態になってるっていう人がね結構見かけたりするんで、皆さんのねチェーンオイルしっかりと刺されている状態かどうか確かめてほしいですね。これチェーンオイルがね少ない状態で走ってしまうと、やっぱりフリクションが生まれて、フリクションというか摩擦がねすごく生まれて、走ってる時にすごく抵抗が増えるので、それだけ疲れてしまうということにつながってしまったりとか、皆さんが使っているギアとかね、カセットスポロケットが早めにね消耗してしまうっていうことになりますので、チェーンオイルはねしっかりと塗って走ってほしいです。あとはですね、ダンシングしたり、したりするときとか、あとはそうですね、パワーをかけて踏むときなんかに、ヘッドのグリスが抜けちゃってたりとかするとですね、なんかガタ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 、なんていうかミシ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 みたいな音をしたりするんですよ。これねボトムブラケットも同様で、ボトムブラケットなんかはなんか緩んでしまったりっていうこともね中にはあったりするんですね。なのでしっかりと、ボトムブラケット閉まってるか、圧入タイプもあるんですけど、圧入タイプの場合はしっかりとグリスアップされてないと、それだけねお隣したりとかってこともあるんで、皆さんのねバイクのヘッド、そしてボトムブラケットのグリス
の状態、まあコンディションどんなコンディションなのかっていうのをねチェックしてもらって、今後ねボトムブラケットとあとはヘッド周りのグリースアップの方法なんかもビデオとして上げたいと思ってますので、今一度ですね今現状の皆さんのバイクの状態をチェックしてほしいと思います。これ、ね、もしグリースが抜けてるなとかちょっとなんか黒くなってるなっていう状態の方はぜひですねお近くのバイクストアに行ってチェックして回るとかしてですね、ライドが無駄にならないようにライドの時間を無駄に使ってしまわないようにしてほしいなというふうに思います。これ最終的になりますけど、そういったね多くの、まあ、メンテナンス項目ありましたが、これね皆さんこの間僕がもう豪快に洗車している動画あったと思うんですけど、ああいった形ではなくてもいいんですけど、まあこういうウォーターレースのねケミカルとかもあったりするんで、そういったケミカルを使って自身のバイクをしっかりと常日頃チェックしておくっていうことがですね、こういった、まあ、グリースアップしなきゃいけないなとかタイヤ交換しなきゃいけないなっていうことをですね気づかせてくれるきっかけとなりますので、ぜひですねバイクウォッシングねして、まあ、綺麗な状態にねバイクをしてもらって、それで、まあ、メンテナンス箇所を発見してもらえれば、まあ、今後のライドがねすごく快適になるんじゃないかと思いますので、その辺ね忘れずにお願いします。これ次になりますけど、次はねこれねもうこれ単純ですね、これトレーニング系の人は特に大事なのかなと思うんですけど、サイクルコンピューターの充電忘れ、あとはパワーメーターの充電忘れ、これはね結構ね僕はトレーニングしてる時によし今日インターバル行くぞって言ってこううっと意気込んで自転車に乗って、で1時間ぐらいウォーミングアップした後にさあ始めよう5分走10分走20分走ね FTP プラス 10% みたいな感じね気合い入れて始めようとした時にサイクルコンピューターの電池がうわー電池ね終わったみたいな、こうやる気をねもう一瞬で 100% にやる気がゼロになるっていう経験僕すごくしたことあるんですよ。で結果的にこうねその日家に一回帰ってまた充電してトレーニング再度出発したなんていう経験があるんですけど、皆さんもあるでしょうこれ再婚の充電忘れ。特にトレーニングする人なんかは重要になるんですけど、まあ普段のね、趣味で普通にこうサイクリングを楽しんでいる方でも、例えばナビゲーションを使ってライドをしている方なんかは特にね充電忘れすることによって、もちろんねスマホで地図確認できるけど一回一回開いてとかやんなきゃいけないことを考えると、やっぱりサイクルコンピューターの電池が忘れなくなるってことはすごく致命的な状態なのかなというふうに思いますので、サイクルコンピューターの充電そしてパワーメーターの充電忘れないようにお願いします。はい、次これ最後になりますが、普段ね皆さんトレーニング以外でね楽しくサイクリングされている方においては、例えばグルメライドねされる方多いと思います。この時期なんかは例えば美味しいなんかうどん食べに行こうとか美味しいラーメン食べに行こうとかなんかねあると思うんですけど、まあライド中はあんまラーメンとか食べないのかな。でまあ、ラーメンとかねうどんとかどっちもいいんですけど、美味しいカフェとかも含めて事前にねそのお店がじゃあどれぐらいのキャパなのかとか、例えば10人でライドに行ってそのお店に入れるのっていう、例えば事前に予約をしておくとかっていう、そういう事前の作業ですね。この日に行って実際に今日は空いてんのか、お店は空いてんのかとかいうことを確認しないで行って、例えば山奥のねなんかもう分かります超田舎のカフェとかに行って、うわ今日やってねえじゃんみたいな感じで、どうするよここまで何ももう補食も何もないんだけどどうしようかみたいな感じになっちゃうこともねあると思うんで、特に冬のライドだとそういう寒い時期にまたねリスケジュールしてとかねする時間を外で過ごさなきゃいけないっていうのはかなり苦しいです、辛いです。はい、なのでそういった寒さに耐えなきゃいけないとか、まあ、体にね負担を与えることによって、その今現在ねコロナウイルスの関係もありますし、やっぱ体をいたわりつつね走っていく必要があると思いますんで、できるだけそういったことが起きないように事前のチェック忘れないようにしてください。ここまでねいろんな話してきましたけども、一番大事なことね今回リードストーリーで皆さんにお伝えしてきたい内容としては事前のチェック、これ超大事です。
冬のライド、まあね、夏のライドでももちろんそうなんですけど、特に冬はね、外は寒いんで、事前のチェックを忘れることによってね、いろんな、痛い思いをするということがですね、あるかもしれないんで、必ずですね、事前のチェックを忘れずに、ライドに出かけるようにしてください。今回のリードストーリーは、事前のチェック、チェックチェックでお願いします。今週のレースニュースです。いやいやいや、ちょっとね、前回撮ったやつがちょっと音声が入ってなかったということで、まあトータルで言うとね、ちょっと髪型違うじゃねっつってね、レースニュースだけ髪型違うじゃないか土井ちゃんっていう感じで突っ込まれる可能性もあるんですが、その辺はね、皆さんそっとしておいていただけると嬉しいです。今週のレースニュースは、シクロクロス、最近ね冬場になって、シクロクロスのシーズンということで、世界各国で、シクロクロスがね開催されてるわけなんですが、まあね、日本でもね先日全日本チャンピオンが決まったりとか、まあまあ盛り上がってるということですよね。で、今回はですね、スーパープレスティージュという、ベルギー、オランダで行われている、まあ、ワールドカップとね別の試合があって、そちらもですね、シクロクロス大国ベルギー、今オランダ、まあ、ヨーロッパ諸国ですごくね有名なレースとなっておりますが、そちらの結果をねまず振り返っていこうかと思います。12月6日に行われた、まあ、ブームでねブームというねレースがありましたけども、こちらのレースに関しては、イザルビット、エリ・イザルビット選手が優勝を飾ったと。で、2位がマイケル・バレントーレンハウト、まあ、この2名はですね同じチームメイトなんですけど、まあ、常にですね、まあ、やり合う中で、もしかするとね あまり仲良くないんじゃないか説もあるんですが、いつもですね切磋琢磨して、まあ、チームメイトとしてね、まあ、助け合いもしてるとは思うんですが、まあ、俺がというね感じの勢いがあってすごくいいなと、まあ、盛り上がってる感じなんですよね。で、3位にトゥーン・アールツということで、まあいつものメンバーが、まあ、上位にね名を連ねてるなというふうな印象ですね。で、次のレースからはですね、いよいよね、マチュー・ファンデルプールが復帰したりとか、まあ、バウト・バナルトもね、徐々にですけどコンディション上げつつ、この後のねワールドカップ等で活躍してくるとは思いますので、その辺ねシクロクロスが好きな方はですね、ぜひ GCN のレースパスの方で、このワールドカップの中継は日本語のコメンタリー付きで放送予定となっておりますので、そちらの方チェックお願いいたします。次のレースニュースとしては、プロ選手の里帰りの件についてね、結構ニュースが入ってきてます。あのマーク・カベンディッシュ選手がバーレン・マクラーレンのチームからなんとウルフパック、ドゥクニンククイックステップに里帰りするということでね、あのカベンディッシュがいた時はエティックス・クイックステップっていうねあの名前だったと思うんですけど、やはりスプリントとしてはねかなり勝利を収めたチームでもありますし、まあ、カベンディッシュとしてもかなり居心地のいいチームなのかなというところで、再度ですね、まあ現役のね時間ももう少し、まあ、あとわずかだと思うんですが、最後にね大活躍、このウルフパックの一員となってしてくれるんじゃないかというところで、僕もやり合ってねあまりいい思いではないんですが、彼にとってはね、彼のことに関しては、ただまあねこの長い間プロ選手として活躍できる能力、そしてねそういったビッグチームを渡り歩ける能力をですね、やっぱりねこれ認めざるを得ないなというところで、僕もですねもう選手辞めて何の感情もないので、カベンディッシュのことね心から応援していこうかなというふうに思います。そしてもう一つは、ロッド・エリングワースさんがバーレン・マクラーレンを辞めて、元いた、まあ、チームスカイ、チームイニオスに、戻るということで、再びですね、まあ、チームイニオス、まあ、別にこう弱くなってもないし、なんならもう強くなってる感じだと思うんですけど、さらにですね昔のそのいたねヘリングワースさんの能力がですねプラスアルファされて、さらにですね強いチームイニオスが出来上がるのかなと思うと、かなりワクワクするところもあります。次、マイケル・マシューズがですね、これチームサンエボからオリカ・スコットにですね、まあ、オリカに戻るということで、またですねオーストラリア地元のチーム、まあ、母国のチームに戻るということでね、かなりサイブの時もね別に居心地悪いってことはなかったと思うんですけど、さらにですね、まあ、マシューズのスプリントが炸裂されると思うと、まあオリカの、ね、チームとしても、まあ、スプリンターがかなりね不在状態、いなかった状態だったので、チームのね、総力としてもかなりいいのかなというふうに思います。
そしてこれ最後になります。イスラエルスタートアップネーションがワールドツアー初の女性監督を採用したということで、まあ世界的にね、なんか男が上みたいな感じの印象がすごく強いこのスポーツの業界なんですけど、まあ男女差別をなくすという意味でもこの女性の初の、まあ、ワールドツアーのスポーツディレクターが生まれるということで、今後ね新しい時代を築く1ページ、まあ、第1本になるのかなというふうに思いますし、かなりね自転車業界にとってもかなりその他のスポーツに対していいイメージを与えるんじゃないかというところで、ね、お名前がですねこれチェリー・プリドハムさんということで、元プロ選手、そして、まあ、イギリスのローカルチームの監督を務めた経験もあるということで、まあね監督としての経験もあり、どういったね采配を下していくのか、この辺もですね注目しつつ、まあ、女性一人の女性としてね、頑張ってこのワールドツアーの厳しい世界をですね歩いていってほしいなというふうに思います。レースニュースは以上です。今週のテックオブザウィークです。今週はですねなんか世の中、まあ、自転車のね世界に奇妙なハンドルバーが登場したということで、こちらの情報をね皆さんに紹介したいと思います。スピーコ社からですね登場している、エアロブレイカウェイハンドルバーというね、なんか新しいすごく画期的な近未来的な製品となります。こちらね17度の 70mm の、ステムがベースについていて、そこから先のリーチの部分はこのなんかエアロポジションを取った時にこうなんか手を置きやすかったりとか、そういうねなんか形状をしたハンドルバー、まあ、ブラケットの位置が前に伸びて、前にぐーっと伸びてそこに手を乗せながら、まあ、エアロポジションを取れると、そんなねハンドルバーになってるんですけど、こちら今オランダのね、コンチェンタルチームのプロ選手が実際に使用して空力含めですねかなりこう操作性も全然いいということで、ああそうなんだって思ったんですけど、一見ねなんかハンドルバー狭いんでなんか操作性良くないのかなとかそんなイメージがあったんですが、意外や意外そんなことないということで、こちらねお値段がですね1500ユーロ、ということで、まあねいろんな例えばドロップの部分とかがオーダーできたりとか、形状ね自分の好きな形状にできたりとかっていう、まあオーダー制となってまして、こちらオーダー時に500ユーロのデポジットを支払う必要があるんですが、皆さんのそのライディングポジションに合わせた、まあ、ニーズに合わせたセットアップが可能ということで、今後ですね例えばトライアスロンとか、そもそもね DH バーを握ってずっとこうエアロバーをね握って走らなきゃいけないという、まあポジションって結構過酷だと思うんですけど、こういったねエアロブレイカウェイハンドルバーなんかを使うことによってもっとねなんかポジション的にもすごく楽な形でライドが可能になってくるのかなというふうに思いましたので、いろんなね人たち、僕なんかは一人で走るんで、すごくまあ、エアロポジションをすんなりと取れるというこのねハンドルバーかなり重宝するのかなと思いましたので、皆さんにですね紹介させていただきました。ぜひ注目してください。2つ目はですねこちらちょっとクレイジーなバイクなんですけど、スペシャライズドからホットウォークカーボンっていうのがね登場しました。こちら材質がですねファクト9のカーボンということで、かなりいい材質を使っていて、重量がですねなんと 2.1kg、 もうめちゃくちゃ軽いです。これね他の製品と比べてお話したいんですけど、ストライダーのノーマルのバージョンで重さが 3kg で、まあ僕もね自分の子供に買ってあげたわけなんですけど、結構ね別にノーマルのストライダーも結構軽いなって印象あったんですけど、さらに1キロぐらい軽いということで、多分相当軽いんだろうなと、もう指で持ち上げられるんじゃないかぐらいね、MacBook Pro の 2.1、16インチぐらい、ね、の重さなのかなっていうところで、かなり軽いなっていう印象ですね。でこれストライダーの高いモデル STR というねモデルもあるんですけど、こちらですら 2.5 キロで価格が10万円ちょいするんでかなり高いです。まあ、高いか安いか思うかは、安いかと思うかはそれは人それぞれだと思うんですが、かなりね高額な製品だなと僕は個人的に思います。今回ですねこのホットウォークカーボンが登場することによって、まあ大人の世界はねウルフパックがとかピーター・サガンがもう勝ちまくってるわけですけど、スペシャライズに乗ってね、子供の世界はこのホットウォークカーボン、スペシャライズ製のバイクを乗ってストライダーカップ等のねイベントで上昇する、まあ勝ちまくるね子供たちが現れるんじゃないかと。やっぱり子供のレース、大人のレースだけじゃなくて子供もスペシャライズに乗ったら早いんだと、そんなね、時代が来るんじゃないかというふうに予感してますので、ストライダーカップに熱を入れている親がね、いらっしゃったら
ぜひですね、この最高の、スペシャライズドホットオークカーボン注目してみてください。キャプションコンペティション、こちらのコーナーはですね、1枚の写真を皆さんにお見せして、そちらにキャプションをつけていただき、僕がですね優れたキャプションをコメント欄から選んで、その優れた方1名に、素敵なプレゼントをさせていただくという大変人気のあるコーナーとなっております。さて早速先週の写真から見ていきましょう。こちらです。ドン。はいはい、これランパールトがね、ちょっとなんか苦しそうな、なんか何かに染みているようなね、顔をしている写真になりますが、今週のキャプションコンペティションチャンピオンに輝いたのはこの方です。ラマさんのキャプションコンペティション。 PCR 検査の痛みが遅れてやってきた、くーって感じ。まあまあ、コロナウイルスのね、話になるんで全然笑える、ね、話はないんですが、まあなんかトレンディーな、まあ、言葉だなと。 PCR 検査ってすっごい痛いじゃないですか。あれがちょっと遅れてきたということで、結構長く痛いイメージがあるんですけど、皆さんもね PCR 検査やったことがある方なんかいたら、その辺のね感想なんかもちょっと聞かせてほしいなというところなんですけど、が今週のですねキャプションコンペティションはこのラマさんに決定したいと思います。おめでとうございます。ラマさんもね、PCR 検査を受けなくていいようにね、日頃の感染対策気をつけてください。さて今週の写真はこちらになります。ドン。はい、ミッチェルトン・スコットのね、選手同士でこう自転車をおそらく、これチャベスかな、チャベスですね、チャベスにこうおそらくバイクのトラブルがあって自分のバイクを差し出したというね、状況だと思うんですが、僕がこの写真にキャプションをつけるとしたらこれにします。おいチャベス、それ俺の自転車だよ、返して。はい、こんな感じでいきたいと思いますので、今週もですね皆さんの素敵なキャプション、ひねりがある、ね、キャプションね、お待ちいたしております。それでは皆さん、今週もですねたくさんのコメントよろしくお願いします。サイクリングインスピレーション、こんにちは、 GCN ジャパンのクリエイター松村です。よっこいしょ。さあ、サイクリングインスピレーションは GCN のアプリ、その中にあるサイクリングインスピレーションというコーナーに投稿していただいたたくさんの写真の中から1位から3位まで選んでご紹介していくというコーナーです。さあ早速第3位からご紹介してまいります。第3位はこちらの写真です。残っていた紅葉の中で1枚、低いアングルから広角で撮影して画面いっぱいに秋の終わりが映し込まれていていいですね。左端にちょっと余計なものが入り込んでいて惜しいところですが、これが広角の難しいところですよね。画面全体に注意を向けて引き算を意識するともっと良くなると思います。こちらの方には GCN のソックスをお送りさせていただきます。さあ今週の第2位はこちらの写真です。夜をかけると短いコメントが添えられていました。少しぼかした夜景をバックにカステリのジャケットをはためかせたかっこいい写真に仕上がっています。ほんの少しですが流し撮りになっていて隠し味的に効いていていいですね。こちらの方には GCN の T シャツを2枚お送りさせていただきます。さあ今週の第1位はこちらの写真です。薄明かりの中里山を走りました。朝日が昇ると地霧が立ち上りましたとコメントが添えられていました。霧が逆光で拡散されてランドナーを美しく引き立ててくれていますね。早朝の空気感が伝わる素敵な写真です。さあこちらの方には GCN のソックスと T シャツとジャージをお送りさせていただきます。今回受賞された方はご自身のアプリのプロフィール画面のところに飛んでいただいて、今回受賞された作品のところをスクリーンショットを撮ってこちらのメールアドレスに受賞したよという連絡をお願いいたします。さあそれでは皆様の引き続きの投稿お待ちしております。コメントオブザウィークです。こちらのコーナーは、様々な動画にいただいたコメントをですね僕がピックアップして、皆さんに紹介していくというねコーナーとなっております。まず最初のコメントから、ゲルスキーさんのコメントでドイちゃんに質問です。ロードバイク初心者ですが53-4の、コンパクトクランクを使っております。ギア比はどのぐらいに合わせてケーデンス70から100 RPM を目指したらいいのでしょうかとこういうことなんですけど、GCN のトレーニング動画に上がってるやつは、70とか100っていうのはね、あくまで最低ラインがそのラインだと。
いうことなので、休憩している時間帯もその回転数から落ちないように走ってもらうと。で、追い込んでる時、横のゲージが10とかになっている時は、きつさレベルのゲージが10とかになっている時は、できるだけ自分の心拍数、もう最大心拍数に近づけるように、全力で足を回してもらうと。100回転に合わせるっていうよりは、100回転が最低ラインで、100回転下だとダメなので、100回転に合わせて100回転以上になってもいいんですけど、要は目標としてはね、自分が持ってる最大心拍数に近づくということが、やっぱり体に対してね、負荷を与えるということになりますんで、その辺をね意識してやってもらうといいかなというふうに思います。もしね、ギアをもうちょっと今の状態だとちょっと軽すぎるんだよねっていう方は、ギアを例えば重く、ギアの枚数をね上げて、バイクの、ね、セッティングを変えたりとか、あとは固定ローラーの種類を負荷がちゃんとかけられるものに変更したりとかすることによって、さらにワンランク上のクオリティの高い、トレーニング、体にねより大きな負荷を与えられるトレーニングができると思いますので、この辺をね、またね何か違ったね悩みとあれば、気軽にコメント欄に残していただけると嬉しく思います。次のねインターバルの動画も結構ハードなんで、心を鬼にして参加してほしいなというふうに思います。僕もねめちゃくちゃ苦しいんで、一緒に苦しみましょう。コメントいただきありがとうございました。2つ目のコメント先日のね、GCN賞匂い対策について僕話したと思うんですけど、なんかねすごいすごいことをしてる人、すごいことをしてる人がいらっしゃってですね、シロッコさんのコメントで、アルコールの代用品として使っていた70度以上のウォッカで、脇を殺菌したら匂いが消えて、ライドするとき服につく臭さも軽減しましたと。これ僕単純に思ったんですけど、あの脇って結構デリケートじゃないですか。でここのデリケートゾーンにその70度以上のその度数の高い度数のアルコールをつけたときにヒリヒリしないんですかね。これなんか他にもね、もしやったことがある人なんていたら、ぜひコメントでちょっと教えてほしいんですけど、なんかね世の中には、例えばスピリタスって呼ばれる、ね、96度のお酒があったりとか、まあ様々なね、アルコールありますけど、70度以上のウォッカを脇につけた時にすごいなんか逆にかぶれちゃったりしないのかなとか、ちょっとびっくりしたんで、気になったんで、ぜひシロッコさんちょっとつけた時の感覚とか、そういったところもちょっと教えてほしいなというふうに僕個人的には思ったんで、ぜひですね、近々上がる動画、まあまたねこの GCN ショーのコメント欄でもいいんで、ぜひそのつけた時の感覚、フィーリングはどんな感じなのか、この辺もですねぜひ教えてください。もしねフィーリング最高だよっていう時は、僕もちょっと試してみたいと思いますんで、ぜひお願いいたします。それでは皆さん、今週もたくさんのコメントありがとうございました。今週のチャンネルラインナップです。今週はですね、木曜日に、冬場、ね、寒すぎて自転車乗れない時はどういうふうに、どんな、ね、フィットネスをして自分のフィジカルを保てばいいのか、この動画になります。土曜日は長い登り対策、長い登りを登る時にどういうふうに走ったらいいのかという、ね、ことをね、ビデオとして挙げています。日曜日はパワーメーターの、メリット、メリットというか、まあまあ初心者でも結構使えますよっていうね話をやってます。月曜日はですね、自転車の製品とか、なんかコンポとかホイールとかタイヤとかね、なんかこっそり買い物してね、なんか例えば家族にバレないようにとか、彼女彼氏にバレないように、購入してなんかこそこそねやってる方っているんじゃないかって思ったんですけど、その人たちが要はバレないようにするためにどうしたらいいのかとか、あとは、そのバレない、そのコソコソやってるんじゃないかっていうのを暴く方法、これをですね双方の、まあ、ケースに、ケースをですねまとめてね紹介したいと思います。これちょっとね自転車乗りにはもう最悪な動画かもしれないけど、まあまあ面白いと思うんで、ぜひ見てください。火曜日はGCN ショーということで、今週もですねちょっといろんなジャンルのね、ビデオがアップロードされますので、新しい動画がね通知、アップロードされた際に、
通知が行くように GCN ジャパンのチャンネル登録ね、ぜひお願いいたします。それでは皆さん、今週もですね、まあ寒い中ね、ライドに行く機会が多いと思いますけども、事前の準備をねしっかりとして、コロナウイルスにかからないようにとかね、感染対策をしたりとか、十分に気をつけてですね、ライド楽しんでください。今週もですね、最後まで GCN ショーご覧いただきましてありがとうございます。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。